これはもう完全に声の感覚ですよね。声のコントロールの仕方だと思いますね。収める行為めっちゃ面白い、本当に。この番組はヨーロスポンサーの提供だ。お送りします。さあ行きましょう。皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスノーリーさん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。さあ皆さん、ご存知ですか、 YouTube 登録者がついに10万人いきました。これも本当に日々応援してくださっている皆さんのおかげでございます。そして支えてくださっている、協力してくださる関係者の皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。ってことでですね、まぁ、ちょっと10万人を記念してちょっといろいろやらせていただいてるわけなんですけれども、そのうちの一個として、ちょっとこの度ですね、調子乗ってサブチャンネル作りまして、乗ってますね、調子に。サブチャンネルを作成させてもらいまして、概要欄に貼っておくのでですね、このメインチャンネルでは話せないような、話せないというか話さないような内容であるとか、各ね、アーティストさんとのコラボとか、僕たまにやらせていただくんですけれども、その中のオフショットとかもアップロードしていくチャンネルになってますんで、もちろんね、かなりマニアックな歌の話とかもしていくと思うんで、登録していただいて損はさせませんので、ぜひね、このメインチャンネルもなんですけど、サブチャンネルぜひ登録よろしくお願いします。さあ、ということで、まぁ、10万人記念的な今日は企画をお送りしていこうかなと思っておりまして、いろんなアーティストにデスボイスの感覚聞いてみた第1弾っていう感じでですね、やっていきたいと思うんですけれども。そう、これ僕ね、考えたんですよ。やっぱり日々、さっきね、冒頭にも申し上げましたけども、お世話になってる、関係者の方々、たくさんいらっしゃるわけで、まあ、その中にはこう、デスボイスとか、シャウトとかを、日々扱ってるアーティストさんとかもすごい多いわけですね。で、その人たちに、デスボイスの感覚、伺って、皆さんとこうシェアできたら、皆さんにとってめちゃくちゃ参考になることはもちろん、そのアーティストさん同士のそのインプットアウトプットのお役立ちもできたりとか、そのいろんなジャンルのアーティストさんにご協力いただくことで、そこのこうファン層がさ、ちょっと混じり合ったりするきっかけにもなるといいなと思って、ちょっと今回の企画考えたんですよ。僕が日々お世話になりまくっている、方々、シャウトデスボイスを使う方々ですね。どうやってデスボイスしてるんですか感覚を分かりやすくちょっと簡潔に、教えてくださいっていうのをですね、わがまま申し上げて、で、教えていただいて、ちょっとこの動画にちょっとまとめるという、まあそういった内容になっております。で、今日はその第1弾ということで、とりあえず今日はお三方のですね、デスボイスの感覚ですね、をご紹介できればと思っております。なかなかね、こういった機会ないと思いますし、僕もね、内容を拝見しててめちゃくちゃ面白いな、めちゃくちゃ参考になるなと思ったので、もう間違いなくいい動画になるんで、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係の話しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、まず本当にご協力いただいたアーティストの方々、ありがとうございました。今回の3名の方以外にもですね、ご協力いただいた方、たくさんいらっしゃいまして、随時、動画にさせていただきたいなと思っております。じゃあ、ちょっと早速なんですけど、今日発表させていただくアーティストさんのお名前を3名ご紹介したいと思います。1人目、リンチの葉月さん。よっまずはね、まずはこの、先方葉月さんっていう、もうこの、贅沢の極みね。うん。YouTube やっててよかった。私が日々お世話になりまくってるボスでございますので、ちょっと、お一人目に持ってこさせていただきました。そして、二人目ペイルダスクのカイト君でございます。知ってる？乗りまくってる、カイト君ですね。ご協力いただきました。本当にありがとうございます。カイト君も、随時動画ご協力いただいててありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。そして、今日のラストが、アンラッキーモルフェイスのシレンさん。まさか。で、多分、このチャンネルでお名前が出るのも多分初登場かもしれません。下手したら。そう、シレンさんにですね、ご協力いただきました。心よく OK していただいて、本当にありがとうございます。という、今日は超豪華な3名、本日お送りしていきたいと思いますので、じゃあまず、お一人目、リンチの葉月さんの、シャウトの感覚、どんなんでしょうか？行ってみたいと思います。まあ、LINE でね、聞いたんで、ちょっと文面をですね、見ながら読み上げたいと思うんですけれども、まあ、簡単にほんと一言みたいな、その、ややこしいことっていうよりは、その人の感性で、ご説明をいただいたんですけれども、葉月さん、下から上に押し上げて、ぶっ潰して、鼻で鳴らしまくる感じ。こういう風におっしゃってます。これはもう完全に声の感覚ですよね。声のコントロールの仕方だと思いますね。こう、まあ、息だったり声だったりが上がってくるでしょ。上がってきたものを、こう圧縮するんだろうね。こう圧縮する感覚があって、それを鼻で鳴らすっていう多分ことなんだと思うんですよ。だから、ギュッとこう縦、どっちか、横とかっていうのはどっちかというと縦軸に縮めたものを、
こう鼻の方に押し当てるようなイメージなんだと思いますね。これ声の形作りとしてヒントになる人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、この後にもね、ご紹介するんですけれども、その感情派の人とかもいるわけですよ。こういう感情を乗せてとかそういうパターンもあると思うんですけれども、葉月さんのこの互換層に関しては、そういった要素っていうのはもう見られない。見られなくて、声の具体的な操作方法っていう感じなんで、すげえ参考になる。葉月さんのシャウトってめちゃくちゃコントロールがやっぱり効いてるじゃないですか。これって、見てる方々の印象もそうだと思うんですけど、すごい繊細なコントロールと、ずっとこう均一で美しい音色みたいなイメージあるじゃないですか。多分それはやっぱこの感覚で生み出されてるんだと思うんですよ。その感情っていうよりは、操作方法に着目しまくってるみたいな。もうある種こうメカニカルにやってるみたいな。それが結構これに現れてて、それも面白いなと僕思ったんですよね。広がりを持たせるような感じで感覚としてやってる人で、ちょっと音色が気に食わないなっていう人は、ちょっとこう、声の輪郭を縮めることに着目してはどうでしょうか。で、それだけだと迫力が出ない場合は、多分この葉月さんのこの鼻で鳴らすっていうのは、おそらくブーストするっていうことだと思うんですよね。よりそれを強くするためのブースト、補助輪みたいなものなんだと思うので、音色があんまりかっこよくないな、勢いがあんまないなっていう人は、この鼻のあたりでブーストをかけていくっていう操作方法を加えてあげると、もしかしたら迫力が出るかもしれない。これめちゃくちゃ参考になりますね。以上、葉月さんでした。ありがとうございます。そして二人目、ペールダスクのカイト君、行ってみたいと思うんですけれども、さあどんな感覚なんでしょうか。いきますね。怒りながら繊細さを 1% ぐらい意識しつつ、腹筋のコンプレッサーで歪ませる。めちゃくちゃ面白くない？めちゃくちゃいい言語化だなって僕思ったんですけど、これさっきね、ちょっとちらっとお話したんですが、これ感情の部分が出てきてるんですよ。基本的にやっぱこれ多いと思うんですけど、それこそそのシムのマーさんとかも、似たような感じのことをおっしゃってたと思うんですが、怒りの感情ですよね。怒りの感情を、が結構やっぱ大事みたいで、怒りながら、ただ、その中に 1% の繊細さがあるんですって。これめちゃくちゃわかるな。要は、怒りながらだけだと、さっきの葉月さんの話じゃないですけど、コントロールが今度効かなくなっちゃうから、その自立する、自立っていうのはこう自分を律するとか言ってね、自立する冷静さ、まあ繊細さっていうのを 1% 持つ必要があるよっていうことだと思うんですよ。これめちゃくちゃ面白いし、で、その次が結構やっぱ操作の話になってくるんですけど、腹筋のコンプレッサーで歪ませるってことなんですね。これ多分、葉月さんがおっしゃってた、潰すっていうような感覚と、似たものだと思っています。てか、ほとんど確実にそうだと思ってます。なので、ある種、この感情と操作の、なんかエモーショナルとこのブレインのこのハイブリッドみたいな感じでシャウトしてるんですって、カイト君は。めちゃくちゃおもろいし、めちゃくちゃ興味深くないですか？カイト君のシャウトって確かに、めちゃくちゃ迫力があるんですよ。押し迫ってくるようなシャウトを常にされてるんですけれども、確かにそのどこかにコントロールが効いてるんですよ。めちゃくちゃね。完全にこの感情を表に出してるだけだと、この切り替えは無理だろみたいな、結構繊細なコントロールもするんですよね。これが、カイト君のおっしゃる、この繊細さであり、この腹筋のコンプレッサー。だからお腹に結構力入れるってことですよね。お腹の力が必要ですってことですけれども、この操作で行ってるんだと思いますね。で、多分どのシャウトもこの感覚なんだと思います。高いシャウト、ミドルのシャウト、ローのシャウトで、カイト君って全然差がないんですよ。同じようなこの出力感で出してるっていう印象が強いので、多分全体としてこの意識を持ってるんだと思います。ちょっと俺冷静すぎるかもなぁとか、あんまり感情乗せてる感じしないわとか、あんまりこうお腹に力入れる感覚わかんないなみたいな人は、これ参考にして練習するとめちゃくちゃ伸びるんじゃないでしょうか。ということで、カイト君でした。ありがとうございました。そしてラスト、アンキモノフェイスのシレンさん。まあ、通称アンキモノですね。アンキモノシレンさんでございますが、これ楽しみですね。楽しみだし、光栄でございます。ほんと、また改めましてありがとうございます。じゃあ発表します。これ面白いよ。叫ぶという行為。叫ぶという原始的衝動的なもの、確かにね、衝動的なものを全身の使い方や呼吸のコントロールによって音楽の額縁に収める行為、めっちゃ面白い。本当に何よりも気持ちを乗せるのが大事かなと思います。コントロールするための技術は魔法チャンネルで学ぼう。ありがとうございます。これまた違う色が出てきましたよね。さっきまでのあの2名とはまた違う観点、違うっちゃ違うけど同じところも垣間見えるみたいな、そういう観点ですよね。確かに叫ぶってめちゃくちゃずーっとあるものだもんね。だって怒ったら怒ってる時の声が出るわけで、それって別に人間が生まれたその瞬間からあるものなので、ただの感情表現の一個でしかないからさ、それは原始的ですよね。シレンさんのおっしゃる通りです。ただそれだけだと要は芸術じゃないから、その全身の使い方、あと呼吸のコントロール、こういったものですよね。要はコントロールですよ。自分の意志ってことですよね。で、音楽という
額縁に収めるということですね。音楽という芸術の中に収まるように、自分のその冷静さでもって持っていくっていうことですよね。この言語化能力。皆さんすごいよね。この三人ともさ、やっぱさ、綺麗に言語化してるんですよね。そのシャウトという行為を。で、これ、この音楽の額縁に収める、コントロールによってね、収める行為っていうのは、カイト君の言う、怒りの中に 1% 繊細さを持つっていうところと非常にこう、酷似してるのかなと思ってて、めっちゃ面白いなと思いましたね。でも多分、シレンさんはどちらかというと、感情を重視されてるんだと思うんですね。次の言葉でさ、何よりも気持ちが大事っておっしゃってるところもあるから。で、確かにシレンさんのシャウトって、もう、地獄の底から、来ましたみたいな、そういうシャウトするんですよ。めちゃくちゃなんかね、もちろんいい意味でダークというか、高いシャウトとか真ん中のシャウトとかローのシャウトとかいろいろお使いになられるんですけれども、全部確かにね、湧き出る何かをすごい感じるんですよね。要は、簡単に言うとエモーショナルな感じっていうのをめちゃくちゃ感じれるシャウトなんですよね。だからだからこそ曲によってこう表情が違ったりもして、それもすごくこうシネさんのチャームポイントだなって僕思うんですけど、とにかくこの腹の奥底から出てるような感じのシャウトをするし、それがね、この文面からね、伝わってきますよね、改めて。なので、こう、細かいことを考えすぎてる人っていうのもいるわけですね。シャウトの練習の時に。それもめちゃくちゃ大事です。特に僕トレーナーなんで、トレーナーの立場としては、喉をね、何より痛めないために、僕も普段指導しています。レッスンをさせていただいていますが、ただね、こういう、全然悪い意味じゃなくて、大枠で捉えていくっていうのもね、時には大事なんですよ。めちゃめちゃ大事なんですね。細かくやりすぎて縮こまっちゃってる人っていうのも非常に多いので、一旦そういうの取り払ってみてもいいんじゃないかなって。改めて、このシレンさんのこの感覚ですね、を伺って改めて思いましたね、その重要性を。これ参考にして、一旦エモーショナルに叫んでいくっていうのもめちゃくちゃありだと思います。さあ、ということでですね、以上3名の感覚伺ってまいりました。いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ素晴らしい企画自分で言うなって話なんですけれども、そして皆さん本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ勉強になりました。これ皆さんもめちゃくちゃ参考になったし、めちゃくちゃ興味深かった方も多いんじゃないですか。最高の教材ですよ。で、今日まだこれ第1弾なんで、まだ次控えてますんで、もうすでにワクワクしません？なので、ちょっとその期待の意も込めてもらいつつ、ご協力いただいた方々へのこの感謝の意も込めつつ、ぜひ、今回の動画良かったという方、グッドボタン。あと、チャンネル登録まだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。あとですね、今回の3名の方の、例えばツアーの情報とか、リリースの情報とかですね、概要欄に貼り付けておきますのでね、もうご活躍現役でされまくってる方々なんで、ぜひチェックしてみてください。デスノーリー様本がお送りいたしました。バイバイ。